こんにちは、シュです。今回はクリスマスヨグソトース使っていこうかなと思います。で、今回ね、このクリヨグの登場により草薙今日終わったみたいな意見があったんだよね。なんで実際に使ってみようかなと思います。ただ今日ちゃん相当強いからね、めちゃめちゃ強い。ただステータスがね、今日ちゃんの完全上位互換なんだよ。ヨグソトースが上から HP が8000、攻撃3000、回復500で、きょうちゃんが上から7100、2900、361なんで、ステータスだけ見るともう完全に負けてんだよね、ヨグソトースに。いや悔しいね、ヒヒ燃えたろなんて言ってる場合じゃないんだよね。いやただ悪魔キラーとかね、こっち7コンボ強化3つあるから優れてる点は全然あると思うんだよ。いやただステータス完全に負けてんの悔しいな。なんで今回使ってみようかなと思います。聖夜なるものヨグソトースだね。真冬なるものシューワロスが使ってみようかなと思います。ただ結構リアルな話すると、まだ使ってない、うわ危ねえ、使ってないから分かんないんだけど、 HP 制限あるのね、すげえ使いづらいと思う本当に。これあれじゃないよ、ひょうちゃんひいきじゃないからね、客観的に見て。だ周回性能としてはすごいありだと思うね。だ高難易度ダンジョン、高難易度ダンジョンってなると、いやきついだろうね。じゃあ皆さん、あれですよ、あちょ待ってちょかっこつけてたらミスってるな。皆さんあれですよ、ヨグソトースで裏闘技場勝てますかって。多分勝てないんじゃないかなと思う。じゃあお前草薙今日で勝てんのかっていう人もいると思う。ちょっとこの動画を見てほしい。いやでもこのパーティーまだ改良の余地あるよね。いや頑張りたい、なんかこれ HP 上げたいな。茨城同士対応できるように、うわー来ました、草薙強盤面最後に見せてくる。これ読む、余裕のワンパンです、余裕のワンパン。落ち込んなしだけど言ったと思う。嘘でしょ。いや別に勝てないんだよね、別に草薙今日も勝ってないんだよね。どうしよう、キョウちゃん使おうか、キョウちゃん使います。うわキョウちゃんお前、うわくそ、完全アウェイの中だから緊張してんのか。うわ、完全に飲み込まれてるヨグソトースに。いやーくそ、いつもの目覚めも来ない。あーやばい、バインド食らう。おー、いや、あ強いね。いやでもバインド効かないのは素敵だね。いやちょっと悔しいな。そう、今日ちゃんバインド食らうんだよ。一応超覚醒で防げんだけど、いやでも素手持ってんのでかいねこれ。オッケーいけたね。まあ、正直使ってみた感じ、まあ、強いね、まあ、強いけど私は今日ちゃんの方使うかな。なんでかっていうと、やっぱ HP 制限あるリーダーあんまりね得意じゃないんですよ個人的に。リーダーで使うなら、でサブで使うなら7コンボ強化3つ持ちだからね、超覚醒入れると。なんでこっちなんじゃないかなってすごい、これ親目線とかじゃないからね、本当に客観的に見た感じそう思います。OK。 いや今日ね、私ねあれやってたわ、実写のねネタ考えてました。皆さん知ってます？私ゲームチャンネルと一応実写チャンネルがあるんだよ、概要欄にリンク貼っておくんで。で実写チャンネルがね、どれぐらいだったかな、3ヶ月に1本ペースなんだよね。結構ハイペースで更新してんだけど、で確かね今月がその3ヶ月後なんだよ。多分今月の12月31日ぐらいに動画出ると思います。でヨグソトース使います。ただこれね、いや共存っていうパターンあるよね。もうどっちが上とかじゃなくて、キョウちゃんのサブにヨグソトース入れたり。やっぱこの割合回復でかいね、キョウちゃん使ってるとね。そのあれが結構きついんで回復力、それをこの割合回復でね持っていけるはず。なんでもいいよ。ここいけんじゃないかな。ただ倍率で見るとね、圧倒的にヨグソトースの方が高い気がする。ちょっとヨグソトースのリーダースキルの倍率見ようか。6倍3倍18倍か。いや18倍はでかいね。ちなみにキョウちゃんが9倍だね。3倍3倍の9倍かな。なんで18倍って冷静にすごいでかいね。 OK。 でもこれで、いやいけるかな、いってほしいところ。いやー弱っ弱っ